インスパイロン11-3000のタッチパッドの使い勝手改善策。さらなる改善編です。この2つの動画で改善策を解説したんですけど、後編でボタンの押しっぱなしを実現するためにパームリジェクション機能をオフにしなければならないという話と、オフにするとカーソルが動くデメリットもあるという話をしました。その状態でしばらく使ってみたんですけれども、ダメだという結論です。 カーソルが動くだけならばまだしも、たまたまカーソルが当たった対象のバブルヘルプが表示されてしまって、見たいものが隠されてしまうとかいう実害があるので、やっぱりダメだなと。さらに改善策を思いついたので報告します。判明した事実として、えー、ウィンキーはパームリジェクションの対象外ですと。えー、っとですね、どういうことかというと、ここのウィンキーありますけど、これはですね、 タッチパッドのパームリジェクション機能オンにしていてもパームリジェクションが効かないんですよパームリジェクション機能っていうのはキーボードを打ってる時にこのカーソルが動いてしまうのを防ぐという機能なんですけど今を振ってる状態で ね、こういうふうにカーソルが動きまくっちゃうんですよ。この動きまくるのを防ぐための機能なんですよこれはね。ねこうすると動かないと。 いう機能なんですがウィンキーだけに関してはここのパームリジェクションがオンだろうとオフだろうとパームリジェクションが発動しないキーなんですよ。ということはどういうことかっていうと、えー、ウィンキーをマウスのボタンにする限りにおいてはパームリジェクション機能をオンにしたままでもボタンの押しっぱなしを実現できるということです。 ただしここで一つ問題がありまして、ウィンキーを直接キーポインターのボタンに指定してしまうと、これまた動かないんですわ。<laughs> 話がややこしくなってきたぞ。ついてきてこれてるかななので、チェンジキーでウィンキーを無変換キーにしてしまいました。つまりどういうことかっていうと、ウィン左キーを、えー、無変換に変えてしまうと。 そうすることで非常に快適に動きますねただしこれはウィンキー限定の話なので左クリックの押しっぱなしはこういうふうに実現できるけれども右クリックの押しっぱなしっていうのは実現できないんですよねできなくてもほぼ問題ないっすよね